はい、おはようございます。今週も1週間満足していきます。というわけで今日は朝一番に起きて始発で早速名古屋行こうと思っております。まず洗い物からしよう。昨日の夜は寝落ちしてるし、洗い物もしてないし、やることやってないし、準備もしてないし、これで始発で名古屋行くなんて無理に決まっている。先日カプコンショップで買ったバイオハザードの救急用スプレーをモチーフにした汎用スプレーボトルがあるんで、ちょっとここに香水入れとこう。手動はちょっとだるいな。こんぐらいやればいいか。うお、めっちゃ出るやん。まあ、ガジェット類なんですけど、まあ、この骨伝導と、あとこれモバイルバッテリー、そしてコンセントを挿すタイプの充電器で、ケーブルが、まあ、このタイプ C2 本と骨伝導用の充電ケーブル持ってきます。っていうのも外ではこっちで充電するんですけど、まあ多分今日帰ってくることはないと思うんで一泊すると思うんで、この充電器と iPhone を両方一気に充電するためにこれを使います。はい、それでは始発は逃してしまったんですけど、今から名古屋行ってこようと思います。はい、というわけで上野まで来ました。結局東京駅まで行かないと名古屋行きの新幹線ってないんで、ここからまた乗り換えて東京駅へ向かいます。暑すぎてシャツ脱ぎました。どっちだ、こっちか。積んだかもしれません。13から17番線が U ターン表記で書いてあるんですけど、階段上がったらまた U ターン表記なんで、これ多分無限ループ系ですね。違う、これでいけるやん。はい、というわけで東京駅までたどり着きました。基本的に自分の行動が制限されるのが嫌だから、前もって切符とかを買うことはしないんですけど、自由席、スイカ、パスモも持ってないし、切符もない、モバイルパスモなんで、なんか券売機での発行無理でした。窓口で発行します。で、切符とかパスモスイカがなくって、モバイルのパスモなんですけど、あ、わかりました。はい、560。はい、これでお願いします。はい、ありがとうございます。名古屋への片道切符を手に入れました。まあ、今日なんですけど、名古屋でミニマリストやってる、しかもグルメ系のね、インスタグラマーであるミーグルさんに久しぶりに会うんで、ちょっとなんかせっかくなんでお土産を買っていこうと思うのと、まあ、あと新幹線の中多分2時間ぐらいになると思うんで、まあ、ちょっと飲み物をね買ってから行こうと思います。まあ、ミニグルさん食にうるさい人なんで、そんな中途半端なものをね買っていったら許されないと思うんで、しっかりと選びます。よし、あとは飲み物を買っていきます。キップ入れてタッチ。よし、スプーン、これ多分見たことないんで新しいやつっぽいですね。サービス業季節先取りしすぎだから。いただきます。
うまいな。やるやん。正直夜行バスを使うという手もあったんですけど、夜行バス、新幹線がね、だいたい1万2000円ぐらいって感じだったんですけど、夜行バス使ってもね、今回7、8000円ぐらいかかって、8000円ぐらいかかったのかな。だから3000円ぐらいしか変わんないんだったら、絶対この快適な旅をね、取った方が絶対いい。マジで。いつもの紙ストローじゃないですけど、これめっちゃ潰れて飲みづらい。そうか、紙だとふやけるから長旅意識して、こっちにしてくれたってこと？すごっ。ちょっとは覚悟してたんですけど、東京の 4、5 倍暑いです。名古屋に降り立ったのが、それこそミニグルさんに会う時しか来たことないと思うんで、完全に所定から迷子ですね。 あった、桜通りライン。よし、たった3駅なのに乗り過ごしました。はい、というわけで地上へ出ます。暑い。本当はもう一駅隣なんですけど、なんかこっからでも十分歩いていけそうだったんで、もう早く降りました。電車だとね、乗り過ごすっていう危険性があるんで、歩いた方が確実だと思います。いい加減そろそろミニグルさんのイベント会場へね、向かいたいと思います。13時から22時のイベントなのに、もう19時ですからね。大遅刻。待って、やばい。ブレンダーガン。なんだっけこれ。レイズの、あ、違う。なんだっけ。うわ、思い出せねえ。さてと、そろそろ到着するかな。あ、あった。ここですね。マグロ食堂。マリンさん、ここへ行きます。ミニグルアンちゃん名古屋コラボ、これですね、まさに。おはようございます。こっちこっち。はい、ミニグルさん、お久しぶりです。おはようございます。あ、そしてアンちゃん、はじめまして。おはようございます。あ、これ動画です。よろしくお願いします。 YouTuber、 はい、今日はちょっとお邪魔させていただきます。あれ、 YouTuber、 そう、当チャンネルってちゃんと説明名前書いていいですか。よいしょー、ありがとうございます。それでは今宵もハッピーハッピー、よいしょー。音声で、すごいこれ。すごいですね。マイクが2つある。ベリースイートモーニング。あ、フォアちゃんがサポーティングでました。ありがとう。じゃあ初めてですか。初めてですね。それでは今夜もハッピーハッピー、よいしょ。ありがとうございます。ありがとう。ミニグルが友人で、それでやるって聞いてたから、もう休み、もう上司に言ってきて、自分、日常系で、Vlog とか、あとバイク動画とかやってて、全然グルメは関係ないんですけど、そんな感じの動画やってます。ホー君、ありがとう。はい、よいしょー。よいしょー。OK。ほな、声優を超えまーす。ハッピーハッピー。乾杯。乾杯。おー、サンキュー。あれ、はい、来た、エビ、ありがとうございます。はい、ちょうだい。頭もげたエビを食べます。ショーチクがあります。ショーチクがあります。うまっ。ミニグルと初めて会った時に食べたのがエビフライだったんです。エビつながりで名古屋に会いに行ったんですよ。
めっちゃうまいこれ。よしやろう。終わりました。予選敗退です。牛すき煮です。めっちゃうまそう。米が欲しいって言ってたら、米いただいちゃいました。いや、これは米ないと。米ないと。うまっ。うまっ。やばい。おチャンネル、フォー、はい、今日ありがとうございました。イエイイエイ。はい、というわけでミニグルさんとアンちゃんのイベント終了しまして、今日持ってきた荷物の中で唯一歯ブラシだけ忘れたんで、ドンキで買っていこうと思います。何これ今こんな売ってんの、すごい真っ黒や。買っとこう。めちゃめちゃ静かやん。はい、というわけで余韻に浸りつつ、ちょっとこの名古屋のね、もう今後来ることがなさそうなこの土地をちょっとうろうろしていこうと思います。いや正直ミニグルさんも体力めっちゃすごいけど、あんちゃんが化け物すぎ。1時から10時でやってて、解散する最後の最後までずっと元気だったってマジでどういうことっていうレベルですね。ちょっとフラフラしてたんですけど疲れてきたんで快活行こうと思います。よし、おお、すごい。本日の宿です。アレクサ、こんな感じ。いや全然広いわ。あんま広くないけどちょうどいいサイズ感ですね。これはどうやって調整するんだろう。これ眩しい。あった。ちょっと画面を暗くすることができないんで、せめてもの抵抗で夜間モードにして画面をねちょっとオレンジ系にしました。というわけで本当にダラダラしておりました。シャワー浴びても今日はおとなしく寝るかって迷ってます。まあとりあえず一旦シャワーを浴びてこようと思います。完全個室で、鍵付きの完全個室だし、シャワーもねある店舗を選んだん で、あとはカバンに入れてきた着替えを持って行ってまいりましょう。うちのシャワールームみたい。お湯を入れたらなんかコーヒーみたいのが一滴垂れてきた。起きたかった時間よりはるか遅くに目覚めました。地味に寒い。これだけね持ってきてるんで準備していこう。日焼け止めとジェルだけ、もう残量がほぼないやつを持ってきてるんで、これを使って準備をしてから脱出しようと思います。時間パック超えてました。レジやってくれた店員の方がめちゃめちゃ愛想よくて、朝からなんか元気をもらいました。ミニグルさんが教えてくれた飲食店が複数あるんですけど、
一番近いところで多分40分ってことだったんで、まあ、電車使えばすぐなんですけど、あえて歩いていこうと思います。よっしゃ、ある水族館かなんかですかね、ちょっともし知ってる人いたらぜひ地元の方とかコメントで教えていただければと思います。朝8時からのラーメン屋は意識高すぎてもう分からんよ。朝ラーメン、そろそろユニオンやってるでしょ。それ年前にまあまあ平日だしね。もう一周今水の情報を得て、あーあーいろんもあるから俺知ってる連中みんなもあるから、プライベントの時は昨日いた高新店から33枚だったじゃん。朝ラーメン食べてまいりました。いや、もともとは冷やしラーメンを食べようと思ってたんですけど、行った時間でちょうど10時30分、朝ラーメンが8時から10時半ということで、ちょっと急遽そっちにしてきたんですけど、いや、めっちゃねあっさりしてて朝から食べやすいですね。ずっとね、いろんな音楽を聴いてるんですけど、今こそカラオケに行くべきじゃないかなと思いまして、名古屋まで来て何やってんだって話なんですけど、もうね、昨日のね新幹線乗ってるあたりがずっとカラオケ行きたいっていうのがあって、ちょっと今から急遽行きます。飲み物は別にいらないんだ。新曲もあるんだ。ソフィア新曲って言ってももう1年近く前になるのか。もういらないでなら抗かれた罪、あなたのそグレイってやばい、キー高いですね。今は思い切りがきつすぎるんで、ヒムロックへ逃げます。もう出られないぜ、鏡の裏から周りをね、もう冷たい友達聞いて。店の人思ったんすよ、こいつ絶対30分で戻ってこないなって。案の定1時間ぐらいいました。はい、それでは名古屋十分満足したんで、今日はもう帰ろうと思います、東京へ。朝のワンマンコーヒーを使います。できた？2枚買った？カード2歳カード、あ、どこまで、これは、これ買ったやつ？これ違う？一旦カード返して、あ、逆だ、逆。ちょっと待ってね。どこに行きたい？東京。一番早いのがこれ。一番早い。これで大丈夫？うん、自由席。ああ、違う。普通車か。これか。これを押して、荷物大丈夫。OK。じゃあ、上を押してもらって、こっちに行く。ありがとう。おぉ、困るね。はい、これカード。ありがとう。あ、すいません、どうぞ。今新幹線の切符買ってたら、隣の中国人夫婦から声かけられて、切符の買い方教えてって言われました。もうさ、もはや顔すら見てないのにさ話しかけられるってもう才能だと思うの。こっちか。なんか雪よりも全然混んでて、席の厳選とかやってたらそもそも座れなかったっぽいです。東京へ戻ってきました。
これで最初の改札を出るまではどこへでも行けます。はい、というわけで今日はおとなしく家に帰って部屋の片付けをしようかなと思います。自分ミニマリストでね、一応 YouTube 始めた身でもあるんで、なんか今回のイベントに参加してよりこう自分の元々の属性をちゃんとね、生かしていかないといけないなってちょこっと思いました。ワイヤレスマイクの専用ケース買って帰ります。はい、というわけでですね、帰ってまいりました。もうめちゃめちゃ暑かったんで、まずはシャワー浴びてこようと思います。はい、というわけでちょっとだいぶしっかりと寝落ちをしておりました。いつも見てるタック TV がミニマリストの動画を出してるんですけど、基本的にタックさんって片方に意見が寄らないようにすごいこう客観的に、まあ、いい面も悪い面もね、しっかりと精査してこう説明をねしたりとか、時事ネタとか、まあいろいろ都市伝説とかをねやってる方なんですけど、個人的にめちゃめちゃ面白いシーンがありまして、ミニマリストがノミネートされたんですね。そんな昔からあったという意外ですね。また福岡に伝わってなかっただけなのかもしれないですけど、一番切れ味良すぎだろこれ。また福岡に伝わってなかっただけなのかもしれない。ミニマリストといえばね、福岡が聖地みたいなもんですからね。それはちょっとね、県はちょっと許してくれやせんねと、許してくれやせんねと、許してくれやせんねと、許してくれやせんねと。でもなんか嬉しいですね、こうやって自分がもともと関わってたその界隈とかジャンルについてこうやって動画にしてもらえるのって。でもマジでこの動画すごいね、クリティカルなところついてると思うんで、ちょっと概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思いました。今、若干まあ小腹が空いてるっていうのが、まああるんですけど、なんかね、別にそんながっつり食べたいってほどでもないんで、まあちょっとスーパーへ行ってね、来ようと思います。今から。もしかしてなんですけど、土砂降りでしたね。失礼しました。先日買ったニマスの画面保護フィルムをちょっと貼っていきたいと思います。っていうのも、なんか100円見つけた。っていうのもですね、名古屋で、この今のスマホをね、地面に落っことしまして、画面が盛大に割れました。なんで今からちょっと貼り替えていきたいと思います。これほんとね、ニマスの画面保護フィルム、1個買ったら2枚ついてくるから、まあこういう時にね、すごいありがたいですね。はい、というわけで、貼り替えた元の方がこっちです。まあ剥がす時にも、ベリベリ割れてたんですけど、まあ割れ具合としてはこれの半分ぐらいって感じだったんで、まあまあバキバキになりましたね。うん。いやだから本当にこういうガラス保護フィルムマジで大事だなと思いました。今まで、こうやってスマホの保護フィルム、まあ普通の画面も含めて人生で初めてバキバキに割りました。これまだ買って2ヶ月もしてないんで、 iPhone 急なんですけど、ちょっとお腹空いてきたんで、ちょっといきなり料理をしていこうと思います。これうどんって電子レンジでもいけるんだ。500ワットで2分半、3分ぐらいとけ。じゃあ先日買ったね、この豆乳を使っていきたいと思います。明太子豆乳明太クリームうどんをね、まあ、作っていこうと思って、まずはこの豆乳をですね、130ml 入れるってことなんで、ちょっと欲張りな私は 200ml 入れます。明太子ね、50g 入れなきゃいけないんですけど、今、完全にちょっと硬化してるんで、一旦ちょっと溶かします。麺つゆをですね、大さじ2杯。まぁ、ちょっと豆乳自体が多いから、2.5 ぐらい入れとこう。あと、バターだ。
バター 10g っていうことなんですけど、 10g がちょっとどれくらいかわかんない。こんぐらいかな、もうちょっと入れるか。まあ、のバターもうそろそろ賞味期限来ちゃうんでね、ちょっと贅沢に多めに。昭和明太子もほぐれてきたっていうことで、これも絞り出していこうと思います。冷てぇ。粉チーズはちょっとないな。結構がっつり加熱していいみたいです。よく混ぜとこう。よし、やばい、すでにいい匂いがする。はい、というわけでいい感じに。いや、沸騰しちゃダメや。沸騰直前まで。やば、一番大事なシーンが撮れてなかったんですけど、レンチンしたうどんに上からかけて胡椒を粗挽いて、あとさらにちょっと上から追い明太子をかけて完成です。はい、というわけで久しぶりの自炊ということで、どうなるかちょっと分かんないんですけど、あっち、うん、超濃厚。バター揚げすぎたわ。うまっ。相性が悪いわけがない、この組み合わせ。マジでうまい。いろんな方の Vlog 見るんですけど、この豆乳明太うどんを作ってる方がいて、うまそうだなと思って、まあ、レシピちょっと分かんなかったからクックパッドで調べてやってみたんですけど、これはうまい。もう一玉いこう。はい、というわけで尺もね、結構いっぱいいっぱいになっちゃったんで、前半はたった2日で終わろうと思います。というわけで後半も満足していきます。バイバイ。4でした。というわけで後半も満足していきたいと思います。4でした。バイバイ。今から部屋の片付けをします。 YouTube ライブやろう。